雨に折られた赤い花、泣いているよねほっとけなくて、そっと拾って寂しい部屋でグラスに浮かべて一人ごと、このまま待ちわびて焦がれて枯れてく定めでしょうか。真夜中突然ドアの音、五年も私をほったらかして、まさらないよと言いながらグラスの花に諭されて、背中で止めてたドアを開け、うつむくあんたにしがみついたよ。寂しいはずのこの部屋に、あんたと私と赤い花、そんな気がしてしょうがない、グラスの花の恩返し。